からおよそ90分の北磐ドライビングスクールへ。甲子園球場におなじみの歌が鳴り響いています。1対0タイガースのリードはわずか1点。その1点を守りきることができるんでしょうか。タイガースの守護神が甲子園に帰ってきました。ピッチャーは藤川球児です。6月の17日千葉ロッテ戦以来のマウンドということになりました。甲子園で言いますと6月の11日ソフトバンク戦ですんで、この甲子園に1ヶ月ぶりに登場しました藤川球児です。6月の末に右大腿骨骨挫傷で登録抹消になりました。7月6日一軍に帰ってきてジャイアンツ3連戦では登板がありませんでした。キャッチャーが小宮山に変わります。そしてセンターには大和、センターの柴田がライトに回ります。タイガース守備位置が変わりました。さあ矢野さん、この藤川のピッチング注目ですね。そうですね、あとちょっとな攻撃がねちょっと嫌な流れでアウトになったんでね、はい、トップバッターですよね。トップバッターいい形で取れればねリズム乗っていけると思うんですけど、はい、この回先頭は2番バッターなんですが、途中から入っている山崎武史がこの回先頭バッターです。木内さん、はい、ここで本来であれば荒木選手の打順ですけれども、はい、先ほど左太ももの裏に違和感を覚え大事を取っているという情報が入ってきました。というリポートが入りましたが、荒木は先ほど盗塁した際に痛めたんでしょうか。左太ももを痛めたという情報が入ってきました。まあ、小山さん、明日以降もありますのでドラゴンズにとっては心配な怪我ですよね。そうですね、まあ、とにかく、まあ、今日もちょっと触れましたけど、はい、もう故障主力選手の中にね、故障者が出てくるっていうのはこれ本当にあのチームにとってはもう痛手ですよね、はい、タイガースもこの絶対的な守護神藤川が離脱して、まあ、少し中継ぎ陣がバタバタしたというところもありましたもんね。そうですね、だから今日なんかこう藤川がこれまでのようないい内容を見せてくれるとね、はい、これはまああの周囲みんな心強いですよね。いろんな意味を含めて大事なマウンドになりました。打ち上げました。さてこれはどっちになったのか、ファーストかキャッチャーか、最後はキャッチャー小宮山が掴んでいます。今矢野さん、小宮山は一旦ファーストに任せようとしましたか。いやダメですよ、取りに行かないと、はい、まずは自分で行ってそれで任せるんならいいんですけど、上がったすぐ決めれないですよね、はい、うん、一旦新井が前に来て、はい、しかも風が向こうから帰ってくるんでっていう想定ができてないと思うんですよ、はい、自分のところに戻ってくるだろうなっていうのが、取りに行った中で荒井が声出してきて任せるならいいんですけど、はい、まあ、でもアウト取れたんで、はい、よかったですね。まず先頭打者を打ち取った藤川球児です。これなんかストレートじゃないですけどいい球ですよ、はい、初球は変化球でストライクを取ってきました。球速も150キロを超えています。走りもいいですね、はい、はい、
は故障明けの福原が帰ってきました。そしていきなりピンチの場面で登板しましたが、しっかりと抑えてタイガース中継ぎ陣がいい流れで藤川にバトンを渡しました。ライト前ヒット、森の今日2本目のヒットで、これでドラゴンズのヒットは2桁10本目。逆行ったね、はい、外構えていって近め行ったでしょ、インコースのボール引っ張っていきました森の。小山さん、今打たれたのは変化球ですか。いや、僕はねストレートに見えたんだけど、ストレートだと思います ね、はい、ね、はい、もしかしたらツーシームかけたかもしれないです。でそれが逆にいったのかもしれないです、はい、和田もフルスイングです。ワンアウトランナー一塁、藤川球児にとっては故障明け、およそ4週間ぶりのマウンドです。まあ嫌な場面ですね、バッター和田ということでね、はい、コントロールミスをしないことですね。センター前、森野は二塁でストップ。森野、和田連続ヒットでワンアウトランナー一塁二塁、簡単には終わらせてくれません。ただやっぱり見てるとね、一時のようにその空振りをさせられる球っていうのがね、はい、少なくなってきてるんですよね。今のもまっすぐを打たれました。矢野さん、ボール自体キレはいいというお話でしたけども、はい、今のはコースですか。まあ、若干シュート回転してますね、はい、あとあの最初の方にちょっとスローが出たんですけど、あのフォーム的にも最後のところでもう一つ前には乗れてないんですよまだ、はい、もう一個前にこう体重がぐっといって右足が前に来るような形になると、多分前に体重がボールに乗っていくと思うんですけど、はい、ランナーいるんでね、なかなかこう自分のリズムでは投げれないというところが出てるかもしれないですね。ランナー2人たまりました。同点のランナーが2塁へ、逆転のランナーを1塁に置いています。だからこれからあの藤川もこうして見てますとね、はい、やっぱりあの球の力にその頼ってこれまで投げてましたでしょ、はい、今度は、ね、コントロールが要求される時が来てるんですね、で甘くなれば捕まるっていうケースが多々あるんですよ、はい、先ほどから150キロを超えるまっすぐも投げ込んでいるという藤川。外野の守備位置はやや右寄り。左中間がやってますね、はい、センターの大和がかなり右寄りに守備位置を取っています。
ご覧のような守備隊形。守備位置としては小山さん右寄りにとってますけども、前後で言うとどうでしょう、定位置あたりでしょうか。そうですね、定位置あたりですね、はい、ライトがちょっと前なのかな、はい、6回まで無失点に抑えたスタンリッチ、久々の勝利なるんでしょうか。空振りさせる球が本当になくなってきたでしょう、はい、この辺りがね、これからの藤川それを頭に置いてピッチング内容をどう変えていくかっていう、これも一つ注目したいところですね、はい、ということは他に変化球が必要となってくるということですね、今シーズンはキャンプオープン戦から変化球を試すというシーンが非常に多く見られている藤川球児。変化球が甘くなったときにちょっとやっぱり怖いですね。フルカウントまで行きました。この回からマスクをかぶっている小宮山。スタンリッチから筒井、福原、榎木田、そして藤川球児へとつないできたバトン。リードはわずかに1点です。ランナーはスタートを切ってきました。お、走ってきましたね、はい、9回ワンアウト一塁二塁フルカウントというところでランナーはスタートを切ってきました、まあ、ここは井端への信頼ということなんでしょうね、まあ、それもあるんですけどね。